生徒がネズミばっかりの学校は中学校。ずっとついてくるのに持ち上げられないものは俺のこと影。遠くの場所に行っちゃう腰ってなんだ。引っ越し。じゃあね。離れ離れになってもなくならないものは頑張るよ。言葉と生きていく。政教新聞。